1, 2, 3. Thank you.
こんにちは。本番スタジオでございます。反対ルームとおじさんバンド、よろしくお願いいたします。たくさん、人に集まっていただきましてありがとうございます。今日ここ馬次郎さんを借り切って、一部二部と、間挟みまして、演奏をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。今日はですね、フリードリンクと、食事ついておりまして、ドリンク注文される方は、カウンターの方にグラスを持っておかわりということで、よろしくお願いいたします。大体ワンステージが40分ぐらいですね。そうで、2分に向かってまして、はい、今大体チャンスですね。ということで、今日はですね、私たちも10年ぶりに人前で演奏するということで、4人ともちょっとかなり緊張しておりましてですね、緊張しとるなりに、そのステージ衣装もですね、それぞれ自宅から持ってきてですね、バッチリ決めておりますけれども、特にドラムの方、下、パンツがですね、金色、上がピンク、思わずジャニーズ事務所から来たかと思いましたので、思わずミュージック TV か、ミュージックステーションか、すみません。ということで、続きまして次の曲に行きたいと思いますけれども、ちょっと待って、一応こちらからのプレゼントで、今日は皆さんチケット代なしなんで、完全にご招待です。ということで、じゃんじゃん飲んで、じゃんじゃん食べていってください。で、続きましてですね、次の曲紹介しますけれども、次、ちょっと2曲連続で、演奏いたします。2曲ともキーボードを主とした曲になりますので、ちょっと奥に隠れがちですけれども、大変にプレッシャーかかりますね。顔で笑って、心で泣いて、胴体に鞭を打って、これがトリプルスリー演奏ということで、2曲連続でお送りします。じゃあまず1曲目、 Take Me。
ですか。みんな乗ってるかい。ありがとうございます。2階のみんな乗ってますか。ありがとうございます。ここでちょっと、せっかくですので4人のメンバーの紹介をしたいと思います。じゃあまず真ん中に座っているドラムの方に注目してください。先ほども紹介しましたけれども、ジャニーズ系の衣装で彼はですね、ドラムのアーティストの神保明さんって方が見えるんですけれども、まあ、それの半分以上ですかね、追っかけやっておりまして、ちょっと見にくいんですけど、すべての太鼓、シンバル、スティックまでのですかね、彼の、神保さんのサインが入っているみたいで、わざわざ行ってサインしてもらったみたいです。こんな大きなバスドラムをですね、持ってってわざわざやったという、まあ、すごいですね。神保ディスられてるかもしれない。神保じゃあ、それでは紹介しましょう。神保明の追っかけ男、はい、血液型が B 型、鈴木純。ありがとうございます。じゃあ続きまして、私の後ろですね、今日後ろに座っているキーボードの方、彼とは長い付き合いなんですけれども、いまだにちょっと謎をめいたことがたくさんありまして、何が謎かって言いますと、まず好きな食べ物が何かわからないということと、好きな女性のタイプがわからないし、休日は何を過ごしているのかわからないということで、全くわからない。まあだけども、私たちのバンドにはですね、なくてはならない存在、コンピューター的な存在でもありますので、今日はなんか衣装もですね、勝負シャツ着てきたそうですので、皆さんよく見とってください。それでは紹介いたしましょう。謎多きキーボードリスト、血液型は A 型、ヒロ直樹。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続きまして、我がバンドのリーダーをご紹介いたしましょう。ギタリストのギター。彼はですね、私とも中学校からの、まあ、親友でですね、まあ、悪いこともいいこともいろんなことを経験してきた2人ですけれども、彼のすごいリーダーのすごいところはですね、たまに、まあ、お酒とか飲んだりしてカラオケ行ったりすることがあるんですけれども、まあ、カラオケで全然歌ったことのない曲をですねもう最後まで歌い切ってしまうという、しかもそれが音痴であってもそれを最後まで歌い切ってしまうというすごい心の強いリーダーですのでしかしですね、まあ、ギターを持たせれば、まあ、カッティング、先ほどね、今日もカッティングやりましたけれども、カッティング、早弾きさせれば日本一、いいですか。じゃあ私たちのバンドのリーダー、紹介いたしましょう。カラオケがカラオケ失礼しました。カラオケが得意な、血液型は O 型、ギタリスト早崎千佳が。はい、じゃあ私はですね、今日司会をやらさせていただきます。血液型は AB 型、はい、エース原田真嗣、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、曲いきましょうかね。次はですね、ちょっとドラムソロが途中でありますので、皆さんよく注目して、心で笑って、心で笑って、いや、聞きましょうか。じゃあ行きましょう、お願いいたします。
みんなのてるかい、2階のみんなのてるかい、バンドのメンバーのてるかい、では前半戦最後の曲になります。じゃあセットセール。